からかい上手の高木さん、ドラマ CD。 アイス。え、普通じゃないの？アイスと天ぷらってどこが悪いのかよくわかんない。別々に食べるんだったらどうってことないんだろうけど、多分熱いものと冷たいものを一緒に食べるのが胃腸に良くないんだと思うよ。あ、そっか、消化の問題か。一理あるでしょ。でも寒い時にあったかいとこで冷たいものを食べるのはオッケーだよね。それってこたつでアイスみたいな。うん、むしろそれがいいって感じ。暑い時に熱いものを食べるのは、なんか我慢大会っぽい。わかった。西方って猫舌でしょ。いや別に。本当？高木さんこそどうなの。私はどっちかっていうと辛党かな。え？甘いのよりしょっぱいのが好き。ふーん、しょっぱいのってポテチとか？うん、おせんべいとか明太子とか担々麺とか。へえ。女子ってケーキとかクリームとか好きだと思ってたけど、あ、でもいつもジュース分けてくれようとするよな。そういうことだったのか。そうだ、高木さん、今日は寄り道して帰らない？俺がおごるから。本当？珍しい。どうして？高木さんが甘いものを持て余すところを見たいからさ。いつもフォローしてもらってるから、この先の駄菓子屋でなんかおごるよ。本当？じゃあ遠慮なく。引っかかったな、高木さんめ。あー、ここに来るの久しぶり。そうなんだ。クラスの女子は結構来てるんじゃなかったっけ。うん、知ってる。でも私は方角がちょっと違うから。うん。さて、どうやって高木さんに甘いものを食べさせるかだ。何食べてもいいの？え？えって、いや、しまった、甘いものを食べさせる作戦を考えてなかった。ソースせんべいにしよっかな。それか、そういえばさ、ここのたこ焼きアイスって珍しいよね。たこ焼きアイス？そう、女子が話してるの聞いたんだ。なんかちょっと和風で、しかも他の店じゃ見かけたことないレアものらしい。せっかくだし食べてみようよ。よし、その調子だ。あくまで親切、おすすめの気持ちで。これだと断れまい。ちょっと興味あるけど。だよね。あと一歩、俺の企みは完成する。あれ、え、一つしかないよ。このカップのがそうだよね。え、本当に？本当だ。西方、そんなにたこ焼きアイス食べたかったんだ。え、いや、そうだけど、うん。必死になってる。食べなよ、たこ焼きアイス。私別の食べるから。え、大丈夫、遠慮しなくていいから。うん、ありがとう。私は何にしようかな。ミルクバーにしよっと。え、それって甘くない？うん、なんか見たら食べたくなってきちゃった。アイス食べるの久しぶり。ああ、そう。どんな感じ？おいしい？たこ焼きアイス。たこ焼きソースとアイスの味。まんまじゃん。はあ、俺もミルクバーにすればよかった。うん、食べる？え？あ、でもそれって。その代わり西方のもちょっと食べさせてよ。でも、そうか、スプーンもう一つもらってくれ。いいよ、ちょっと食べるだけだから。え？はい、持って、交換。はい。いただきます。うん、うん、本当にソースとアイスの味だよね。
なんでこれ食べようと思ったの？なんでって、あ、でもちょっとスパイシーなみたらし団子っぽくもあるような気がするような。え、まだ食べるの？気になるもん。でもそのスプーン俺の？西方も食べていいよ、私のミルクバー。うん、本当に食べていいのか？食べ跡があまり重ならないとこを食べた方がいいのか、それともそんなこと気にしてないふりで豪快にかじった方がいいのか？別に関節キスとか気にしてないから。え？あ、あ、ああ、半分も食べてないのに落ちちゃった。ごめん。いいよ、その代わり明日もまたおごってね。え？新しいたこ焼きアイス入ってるといいね。ノート。おはよう。おはよう。っていうかもう大丈夫なの、高木さん？うん、昨日より咳も出なくなったし。そっか、昨日はもっとコンコン言ってたもんね。熱もとっくに下がってるんだけど咳だけ残ってて。大変だね。風邪をひいたらしく、高木さんが何日か学校を休んだ。体調はすぐに治って昨日から再び登校してこられたのはいいんだけど。これ西方のノート返すね。いや別に。一晩で写せたの？もうちょっと貸しといてもいいけど。ううん、今日2時間目英語でしょ、早めに返した方がいいと思って。あ、そう。もっと借りてた方が良かった？いや別に。ん？何？私が風邪で学校休んでた2日間、西方どうだった？え？どうって？いろいろあるでしょ。いろいろ。どういうつもりなんだ？俺に寂しかったとかつまらなかったとか言わせたいのか？高木さんこそどうなんだよ。え？私？そう、学校に来られなくて。そうだね、部屋で寝てる時ここに西方がいればいいのにと思ったよ。うわ！どういう意味なんだ！まさか俺がいなくて寂しかったとかつまらなかったとかそんなこと！だってつまらないんだもん。うわ！西方のことからかえなくて。びっくりしすぎじゃない？別に普通だし。そんなことだと思ったよ。ああ、とっくに分かってたよ。だから別にがっかりもしてないしびっくりもしてない。だけどやっぱり高木さんめ。でも意外だったな。何が？西方のノートすごく読みやすかった。現在進行形のとこよく分かったし。田村先生時々ノートチェックするから、間違って写してたらすげえ怒られるし。そう？私落書き褒められたことあるよ。本当？うん、ほら11ページ目見てよ。え、俺のノート？1、2、3。ノートってページ番号書いてないからいまいち分かりにくいな。11ページ目。ん？なんか書いてある。戻って7ページ目を見ろ。ん？高木さん、これどういう。くぅ、聞こえないふりをしているな。だが、それならそれでいいさ。見ないの？うん。一晩考えて書いたのに。どうせ何ページ目を見ろって何遍も書いてあって最後にざまあ見ろってオチじゃないの？だったらどうする？別にどうでもいい。もしそうじゃなかったら？え？ものすごい重要なことが書いてあるかもしれないよ。重要って？読まないと損するとか大変なことになるようなこと。
動揺するな俺、どうせ高木さんのいつものからかいだ。じゃあなんて書いたか教えてよ。それはできないな。やっぱりどうでもいいことだから言えないんじゃないの。どうでもいいことだったらとっくに喋ってるよ。どうする、ここまで来てからかわれるのだけは絶対に避けたい。でもここで拒否し続けたらビビってるみたいに取られてしまう。どうすれば。まあ高木さんがそこまで言うのなら仕方ない、仕方ないな。ちょっと卑怯だが、これでもしからかわれても逃げられる。何ページ目だっけ。7ページ目だよ。そうだそうだ、うん、後ろから3ページ目を見ろ。まだやるの、長くない。でも今さらやめられないしな。2ページ目6行目の英文を読め。お、手口を変えてきた。2ページ目の6行目は Thank you for your kindness、 あなたの親切にありがとうってことか。うん。そういえばまだ高木さんからありがとうって言ってもらってなかったな。もう一つ同じページの一番下も見てね。ん？一番下？そう、それが一番重要なこと。一番、俺以上に重要なことってあるのか？あ、それってもしかして。あった。ウェアの綴りが全部 WHARE になってるよ。はあ、どうも。何？もしかしてがっかりしてる？してないよ。高木さんめー。